結構あるね。スーパーソフィータイム。こんにちは、にです。今日はジャンクボックスの開封動画でございます。まあジャンクボックスって言ったんだけど、中身は新品の食玩指人形で、いわゆる何が入ってるのかよくわからない写真を見て判断してくださいっていうタイプのものですね。写真は結構山のように袋が置いてあって、まあ経験的に数は100個近くあるんじゃないかなみたいな、50個は絶対あると思うんだ。でお値段5000円弱ぐらいで購入しているので、まあ50個ならば1個100円で、100個あれば1個50円っていうところで、値段的にも悪くないんじゃないかなと。ただダブりがどれぐらいあるかが判断つかなかったので、10個とかダブってくるとしんどいんだけども、そこら辺はね、開けて確認していきたいと思います。で種類は仮面ライダーじゃなくて、ウルトラマンじゃなくて、戦隊でもなくて、あの今までにない種類のもので、僕もね初めて見るものなのですごい楽しみなんですよね。うん、それでは開けて確認していきましょう。カッターで切っていって、よっと。お、袋に入っていてちょっとよくわからないな。袋から全部出しちゃおうか。おー結構あるよ。ちょっと中身いこうか。はい、こんな感じになって、あーこぼれちゃった。こんな感じになっております。で、まあ、どんなものかっていうのをちょっとね、種類が何なのか知りたいよね。種類はね、これでございます。はい。ディズニーの指人形なんだよね。これすごい可愛いよ。ジーニーやばいね。じゃあこれ全部一個ずつね、見ていきましょう。それでは行きましょう。いつもと同じような感じで中身見ないで一個ずつ出していきます。記念すべき1個目はこれだ。よっと。お、ティモンだ。めっちゃ可愛いね。成形色茶色だから、体が成形色なのかな。で岩とかが塗装っぽいですね。すごいよくできてる。で後ろから紙が入っていて、キャラパーティー、まあ、今回の指人形みんなキャラパーティーっていう種類らしいんだけども、トミーさんから発売で、まだ合併前だから2000年の前半ぐらいなのかな。今はね、タカラと合併してタカラトミーっていう名前になってるんだけども、まあ昔の食玩なんでね、トミー名義になっております。これはすごい良さそう。2個目は、はい、プルート。3個目、はい、これはなんだ、ネズミなんだけども、シンデレラに登場するネズミっぽいですね。名前ちょっとわかんない。4個目、はい、あ、リロだ。リロだ、かわいい。いやほんとすごいね。後ろ側もしっかりと塗装されてます。5個目、はい、ジーニー、これさっき撮ったやつっぽいですね。6個目、はい、グーフィー。7個目、はい、プーさんなんだけど何に乗ってんだろう、ちょっとよくわかんないけど何かに乗っております。8個目、はい、これはね、プーさんに登場するカンガルーの親子なんだけど、名前はね確か2匹合わせてカンガルーだったと思うんだよね。ルーだったかな、あのそんな感じな名前だったと思います。9個目、はい、ピーターパン。10個目、はい、グーフィーじゃないな、これはグーフィーじゃなくて、初期の方の作品に出てくるなんか牛系の人だったと思う。ちょっとごめんなさい。11個目、はい、これはね、これはわかんないな。ゾウさんなんだけども、ジャングルブックだったっけかな、なんかそれぽい感じなゾウさん。12個目、はい、これは、これもあのね、さっきの牛さんと同じ系列の女の子の牛さんだと思います。13個目、はい、これは白雪姫に出てくる小人の一人ですね。14個目、はい、これはね、バンビだ、トンスケ。15個目、はい、これは、おー、スクルージおじさんじゃないですか。めっちゃ嬉しい。僕ね、ワンパクダック夢冒険がすごい好きで、子供の時よく見てたんだよね。16個目、はい。お、ステッチ来た。これで、リロとね、二人並べて、いいですね。17個目、はい。
これは、悪いやつピートだったかな。18個目。はい、これはなんかミッキーさんの子供バージョンみたいですかね。船に乗っていて、これ指人形すごいよくできてるね、かっこいい。19個目。はい、これもなんか同じような感じ、ミッキーさんの子供みたいなやつで車に乗っております。20個目。はい、これはひな祭りみたいなバージョンなんだけども、デイジーじゃないね、これはあれか、スクルージーおじさんとかと一緒にいるあれだよ、メイだ、メイ、多分メイだと思う。21個目。はい、ピノキオに出てくるバッタさんですね、ジムニー・クロケット。22個目。はい、これはね、これちょっと狭くなってきちゃったな。おしゃれキャットだね、おしゃれキャットの猫ちょっと名前わかんないや。23個目。はい、これはね、アリスに登場するウサギなんだけど、名前わかんないな、名前なんかあったのかな、まあ、とりあえずアリスのウサギです。24個目。はい、お、ミッキーさん来た、ミッキーさんなんかすごいかっこいい感じ、スーツを着たミッキーさん。25個目。はい、これはね、ピノキオに出てくる猫かな、フィガローだったかな。26個目。はい、ピグレット。27個目。はい、これはね、ジャングルブックのクマさん。28個目。よっと、これはアラジン。29個目。はい、豚さんだ、3匹の子豚に出てくる豚だと思うんだけど、名前あったのかな、ちょっとわかんないね。豚さん。30個目。はい、プーさんのクリストファーロビンだね。31個目。はい、これはあ、これ出てきたね、牛さんの女の子のやつ、ついにダブリ出てきたわ、やっぱりダブリあるか。32個目。よっと、これはこれはデイジーかな。33個目。はい、これはね、プーさんに出てくるウサギさんなんだけど、名前忘れちゃった。34個目。はい、これはおしゃれキャットの猫さんだね。もうこの辺ダメだね、名前が出てこない。35個目。はい、ドナルド。36個目。はい、これはこれもおしゃれキャットっぽいね、猫さん。37個目。はい、あれ、これさっき出てこなかったっけ、これおしゃれキャットの猫さんだよね。38個目。よっと、これはね、シンデレラに出てくる魔法使いの人かな。39個目。はい、お、これはシンデレラじゃないですか、これセットでこういう風にやるといい感じですね。40個目。はい、お、白雪姫じゃないですか、スノーホワイト、こういう感じでいっぱいお姫様並べたいね。41個目。はい、ミッキーさんですね、結構古いタイプのミッキーさんかな。42個目。はい、これは分かんないな、インディアンの子供なんだけども、インディアンの子供、クマが出てくるなんかやつあったけど、こんなじゃないよな。タイガーリリー、ピーターパンにもインディアンみたいな感じな子出てくるんだけど、ちょっとわかんないや、ごめんなさい。次、43個目。はい、あ、これダブリだね、牛みたいなやつ。34個目。はい、これはあれかな、プーさんに出てくるウサギ。45個目。ほい、ウェンディ、ウェンディだと思う。46個目。はい、これはプンバですね、やった、ティモンとプンバ揃った。47個目。はい、これは101匹ワンちゃんの誰か親の方だね、ボンゴと、ボンゴ、ボンゴが男の子で、女の子の名前が出てこないな、ちょっと可愛らしい感じだから女の子の方かな、でも首輪は青いのね、どうなんだろう、ちょっと分かんないけど、まあ、101匹ワンちゃん。48個目。はい、ミニーちゃん。49個目。はい、これはこれデイジーかな、これさっきあったような気がするんだけど、ちょっともう分かんなくなってきたね。50個目。はい、これはなんだ、あ、
金魚か。金魚、ピノキオのゼペットじいさんが飼ってる金魚だと思う。はい、50個来ました。箱の中まだあるんだけども100はないね。あと10個20個あるかな。60以上はあると思うんだけど70あるかどうかみたいな、そんなところですね。じゃあ行きましょう。次51個目。はい、お、ミニーちゃんなんだけど、なんかこうドレスを着た感じ、さっきスーツのミッキーさんがいたからそれと対になってる感じかな。52個目。はい、これはねダンボに出てくるネズミ。53個目。はい、これはアヒルなんだけども、醜いアヒルのこのアヒルかな。54個目。はい、ジャングルブックのモーグリ。55個目。はい、これはチップとデールのどっちかなんだけども、どっちなんだろう。ちょっとね目の感じがこう気だるそうな感じだからデールじゃないかな。56個目。はい、ドナルドだね。ドナルドってさっきいたような気がするんだけども、これダブリかな。ちょっともうダメだ、思い出せない。57個目。はい、これはピーターパンの時計ワニだね。58個目。はい、これはあれ、これシンデレラ、さっきいたシンデレラ、あ、なんか違うね。クリアパーツみたいな感じになってるね、このシンデレラ。すごい、バージョン違いがある。59個目。はい、これはワンちゃんなんだけども全然わかんない。何に出てくるワンちゃんなんだろう。ちょっと記憶に全くないワンちゃんです。60個目。はい、ミニーちゃんかな。ちょっと古いタイプのミニーちゃん。61個目。はい、これはシンデレラのね魔法使いの人でダブリーですね。62個目。はい、おデューイだね。これ3人いるのかな。63個目。はい、フック船長。64個目。はい、これはプーさんに出てくる袋、オウルだったかな。65個目。はい、おー、美女と野獣の野獣ですね。すごいかっこいい。66個目。はい、チシャネコ。67個目。はい、101匹ワンちゃんの子犬の方だね。名前はねなんかラッキーとかいたような気がすんだけど、ちょっとこれがラッキーかどうかは分かんない。68個目。はい、おー、来た、ヒューイです。これでヒューイ、リュウイが来たからルーイがいるはず。69個目。はい、プーさんのティガーだ。70個目。はい、これはチップとデールの、多分チップの方。デールどこ行った、デールどこ行った、これか。こう2匹見てね、顔つき違うもんね。あと体の色もちょっと違うのか。こっちの方が濃い感じで多分チップとデール。71個目。はい、お姫様系なんだけども、これはねオーロラ姫かな。ちょっと間違えたらごめんなさい。72個目。はい、あ、ミッキーさんのひな祭りバージョンだね。73個目。だいぶ少なくなってきた。あと何個か。はい、おー、ザーグだ。ザーグがいるじゃないの。これはトイストーリー、ピクサー系もいるってことか。74個目。はい、ミッキーさん、これは最近のミッキーさんみたいな感じだね。75個目。はい、ドナルドじゃないな、ドナルドじゃないな、わかんないぞこれは。ドナルド一族の誰か。76個目。はい、豚さんですね。3匹の子豚の豚なんだけども、さっきいたような。77個目。はい、これはプーさんのカンガルーのお母さんの方だね。78個目。いいよ。おー、シンバ来た。これはあれかな、大人バージョンもあるかな。79個目。はい、おー、来た、ルーイでございます。これでヒューイ、リュウイ、ルーイ全員揃ったね。スクルージおじさんもいるし最高。80個目。80個目。あ、もうこれあと2個だね。80個目いきますよ。よっと、モンスターズインクの、モンスターズインクのモンスターなんだけど、ちょっと名前わかんないね。そしてこれ次が最後、81個目。はい、最後は
ダンボでおしまいでございます。うん、以上です。はい、そういうわけで何が入ってるかわからないディズニーの指人形の箱を開封していったんですけども、いかがだったでしょうか。全部で81個あって、かぶりもそんなひどい感じにはなってなかったから、これはもう大勝利なんじゃないかな。そして一個一個のクオリティの高さにちょっと焦っております。これどうですか、野獣とか。ほんとすごいよくできていて、塗装に関してはもう今では絶対できないパターンだよね。これもほぼほぼくるみ塗装になっていて。宝とトミーっていつ合併したんだっけ ?2005 年ぐらい?まあこれトミー名義だから、それよりも前って考えると、やっぱり2002、3年ぐらいの食玩ガシャポンが元気な時のものなんだろうね。うん、あとね、体のバランスとかがすごいいいです。リアル?アニメキャラクターにリアルって言葉使っていいのかわかんないんだけども、まあ映画に登場するキャラクターそのままこう造形しているような感じなんだよね。どうしても指人形ってデフォルメされがちっていうか、頭大きくなって手足短くなるみたいなね、そういったところあるんだけども、このシリーズはそういう形じゃなくて、本当そのまんまだよね。うん、すごいいい感じ。ちょっといろいろ調べて抜けてる部分とかをね、埋めていきたいですね。で、まあこのチャンネルでディズニーのものってあんまり扱ったことないっていうか、初めてかもしれないんだけども、まあそこそこ好きなんだよね。まあその割にはあまり知らねえじゃねえかって言われるかもしれないんだけども、うん、ちっちゃい時からね、いろいろ見てるし、まあ最近は見てないんだけども、映画だと記憶に残ってるのは何だろう。一番最初に見たの101匹ワンちゃんかな。親と一緒に映画館で見た記憶があって。あれでもリアルタイムじゃないよな。101匹ワンちゃんって結構古い映画だから、リバイバル上映みたいな感じだったのかな。ちょっとそこら辺は記憶定かじゃないんだけど、でも映画館で見たね。あと海外で見た作品はすごい印象に残っていて、ライオンキング中国の上海で見たでしょ。あとまあディズニーっていうよりピクサーなんだけども、モンスターズインクはアルゼンチンのブエノスアイレスで見たし、あとはね、マイナーなやつだけど、アトランティスはメキシコのサンクリストバル・ラスカサスか。すごい田舎町で見たりとか、うん。すごい印象に残ってるし、どの作品もみんな好きなんだよね。あと、トレジャープラネットとか、あの辺も好きかな。もし、ディズニー好きな方見てらっしゃったらコメント欄とかでね、この作品すごい好きですとかそういうの教えていただけると嬉しいです。そしてまあこんだけね指人形をゲットしたので、この後ちょっと開封していろいろ見ていくんだけど、面白い作りのものとかあったらね、また動画の方で紹介していきたいと思います。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。